この時間はですね、なんとファンタスティックスフロムエグザイルトライブからこの方電話生出演でございます、はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。すいません、恐縮ですが自己紹介をお願いいたします。はい、はじめまして、ファンタスティックスの佐藤大輝です。お願いします。よろしくお願いいたします。佐藤大輝さん、ありがとうございます、はい、お忙しい中。いや、とんでもないです、今どこにいらっしゃるんですか。今そうですね、どこでしたっけ、福岡県か。あ、福岡県、そうなんですね、はい、福岡にいらっしゃるんですか。はい、そうなんですね、いろいろ飛び回っていらっしゃるから、朝起きたらどこいるか分かんないとかあるんじゃないですか。さすがに分かってます、ね。はい、ね、では佐藤大輝さん、こちらでちょっと、はい、情報ご紹介させていただきますね。赤間ちゃん、お願いします。はい、佐藤大輝さんがいらっしゃるグループについて簡単ではございますがお話しさせていただきます。ファンタスティックスフロムエグザイルトライブ、エグザイルを兼任する世界さん、佐藤大輝さんをリーダーにパフォーマー集団として結成。その後、エグザイルプレゼンツボーカルバトルオーディション5を勝ち抜いた八木雄星さん、中島空太さんがボーカリストとして加入されて新生ファンタスティックスが誕生。2018年12月にファンタスティックスフロムエグザイルトライブとしてオーバードライブでメジャーデビュー。役者やモデル、バラエティなど着々と活動の幅を広げる今注目のダンス&ボーカルグループです。はい、佐藤大輝さん、はい、それこそ、まあ、リスナーの方いろんな方いらっしゃると思うんですが、はい、佐藤大輝さんみたいな甘いルックスで生まれたらどんな人生なんだろうって想像しちゃいましたけど。そうですね、よく太陽の卵みたいに甘いルックスと言われるんですけど。おー。宮崎の、ありがとうございます。マンゴーの名前まで知ってらっしゃる。いやー、素晴らしい。いや、素敵なコメントでした、ね、インスタも拝見いたしました。ありがとうございます。なんかファッション的にもすごくおしゃれでいらっしゃって、お好きなんですか。あ、最近特にハマってますね、古着とか。へー。おー、最新のちょっと G ジャンとかもかっこいいですし。 ありがとうございます。64万フォロワーです、赤間ちゃん。わ、すごい。ありがとうございます。ねえ、さあ、そんなね、佐藤大輝さんですけれども、はい、今こう熱中していること、ハマっていることなどございますか。そうですね、前からサウナが好きで、今年に入ってよりその熱が増して、好きすぎてこうサウナスパ健康アドバイザーっていう資格まで取ったぐらいハマってますね。佐藤大輝さん、はい、すごいですね。ありがとうございます、ね、ちなみに奇遇ですけど私もです。サウナ好き、同じ資格。あ、マジっすか。はい、嬉しい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。サウナの良さって改めてどんなところですか。そうですね、やっぱなんか無になれるところ。何も考えずにずっといられるのと、やっぱ最後の整いが癖になるところですかね。ねえ、これ、佐藤大輝さん、はい、サウナブームってまだまだ続くと思いますので、はい、いろんなお仕事とか来るんじゃないですか、今後佐藤大輝さんのところに。嬉しいですね、どうせ、ね、資格まで取ったならこれを仕事にしていきたいですね。ねえ、うん、いや、それこそ佐藤大輝さんと行く、ね、世界サウナ旅なんかコロナが落ち着いたら行きたいですね。うわ、最高ですね。その時は誘ってください。あ、ぜひ一緒にお願いします。荷物持ちます。ありがとうございます。本当に夢がありますね、サウナがお好きということでございます。さあ、現在配信中プレイバックについて、こちら、はい、初の冠番組の主題歌なんですよね。そうなんですよ、ファンファンファンタスティックっていう番組を放送させていただいて、はい、宮崎県民の皆さんはHuluとかで今配信中なのでぜひ見てほしいんですけども、はい、こちらの内容が80年代90年代にフォーカスして、その当時のレジェンドからいろんなことを教わるっていう番組だったんですけども、本当にこの曲もその当時の流行ったビートなどを今のファンタスティックスっぽくアレンジをした曲で、すごく僕たちのお父さんお母さん世代の方にはすごくイントロ聞いた時に刺さる、懐かしさもあるんですけども、僕らが聞いた時も、気づいたら癖になっているような、傷さんでしまうような、そういったポップな楽曲です。ねえ、もうおっしゃる通り、私たちが過ごした80年代とかを彷彿とさせるようなビートなんですけども、はい、ダンサブルで、はい、いい曲ですね。ありがとうございます。
これをじゃあみんなでパフォーマンスで例えばダンスとかもした後にサウナですね。そうですね、最高のルーティンだと思います。リセットしてですね。さあそして来月リリースニューシングルされますね。ちょっとご紹介いただけますか。はい、はい、こちらのヒロさんと佐藤柏さんというデザイナーの、もう世界的に有名なデザイナーの方が共同で発信しているストップフォーナッシングプロジェクトというものがありまして、今ある才能ものすごくある子どもたちの将来を共に応援していこうというプロジェクトなんですけども、そのプロジェクトのテーマソングとして作られた楽曲でして、聞いた時に本当に背中を押してもらえるような応援歌のような曲に仕上がってます。はい、こちらが来月いよいよリリースされますニューシングルストップフォーナッシング、こちらにプレイバックも収録されているんですよね。そうですそうです、ぜひ皆さん来月リリースニューシングルストップフォーナッシング要チェックです。はい、さああっという間のお時間でございますが、佐藤貴さん、はい、宮崎のリスナーさんにメッセージをお願いします。そうですね、ファンタスティックとしてもこの中が落ち着いたら全国を回るようなツアーがしたいという目標を掲げていますので、ぜひその時は宮崎に行って皆さんの温かさだったり熱気を肌で感じて一緒にこう日本を盛り上げていけたらと思いますので、ぜひハイブリッドモーニングをお聞きの皆さんもファンタスティックス応援していただけると嬉しいです。お願いします。いやありがとうございます。ありがとうございます。赤間ちゃんいかがですか。もうね、太陽の卵並みに甘いルックスの佐藤大輝さん、いやもう今最後に番組名をおっしゃっていただいただけでもキュンキュンしてしまいました。ありがとうございます。ぜひ宮崎にお越しの際は私も応援しに伺いたいと思いますので、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。いや佐藤大輝さん、うちの赤間瞳のことで恐縮なんですが、もう惚れたら一途なんでね、はい、あら嬉しいですね。じゃあファンタスティックスをお願いします。ご迷惑にならない程度に応援させていただきたいと思います。お願いします。こちらこそお願いします、ね、でもいろんなことが落ち着いたらぜひ宮崎でのパフォーマンス楽しみに待ってます、はいはい、ありがとうございます。はい、では佐藤大輝さん、曲紹介を最後にお願いします。わかりました、ファンタスティックスフロムエグザイルドライブでプレイバック。ありがとうございました。ありがとうございました。